79.7 NPO Kyoto Community FM。 建築カフェ。はい、始まりました、建築カフェ。私はパーソナリティ、建築デザイナーの藤村正嗣です。はい、そしてアシスタントの竹村麻里です。この番組は毎週月曜日5時半から生放送でお送りしております。はい、先週麻里ちゃん、宇治のね、はい、鵜飼いに行ってまいりましたね。行ってきましたね。はい、これさっき言うたらね、はい、米さん怒ると思うね。米さんね、この同じ時間帯で水曜日にそうなんですよ、ラジオでオフ長やってはるパーソナリティの米さんですね。それもオフ長の主催のね、鵜飼いやったよね。はい、そうです。それをさっき月曜日に言うたろうと言っちゃうかみたいなね、藤兄のやんちゃが出ました。出ましたね。でも、はい、ちょっと全部喋ったろうかな思ってんやけど、すごい良かったですよね、本当に良、ね、かったです本当に、うん、何が良かったか言うと、その鵜飼い、まあ、僕は鵜飼いは何回か見たことあるんですけれども、はい、宇治が初めてで、はい、女性なんですよね、鵜飼いの人がね。全国で4人女性の鵜匠さんがいるうちの2人が宇治にいはるんですね。そうなんですよね、はい、で女性の鵜飼いも珍しいし、はい、で我々のほら屋形船やったじゃないですか、はい、屋形船に乗って鵜飼いを見るっていうのが風情があって ね、うー触ってはりましたね。僕うん、触ってあかんとか気付けてくださいって、はい、うーって触ってたけどね。うん、したあかん弱いこと、はい、やってましたけど。あれうーってかわいそうやね、首こうかくられて、ね、自分のガババッと自分食べたら、はい、後で吐けとか言われて、そう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 、ね、でこれは日本の伝統的な漁、はい、ですって、はい、ウニ取ったら勝手に漁にすんねんと思ったけど、まあね、ね、だから働き者はウーですよね。よう働いてた、よう働いてましたよね。かわいい、かわいかったですね。かわいいやんね、ウーってね、結構思ってるより大きかったけど、大きいし、あと、うん、くちばしは怖かったですわ。確かにね、キュッてなってて鋭いね、はい、うん、だけどなんか顔つきというか、なんか一生懸命ね、かわいかったね、はい、鵜匠さんもお嬢さんも可愛かったですね。はい、我々も可愛い人何人かいましたけどね。そうですね、マリちゃん人にね、ありがとうございます。たくさんで行ったんでね。そうですね、はい、多かったですね、はいはい。この番組は伊賀の浅田建築、積水インテリア、東京、名古屋、大阪の協力でお送りしております。私たち積水インテリアは幅広い知識と豊かな感性で安らぎの空間づくりをお手伝いします。心地よい空間の答えは一つではありません。あなただけの心地よい空間を一緒に作っていきたい。リフォームからインテリアコーディネートまで、皆様の暮らしをコーディネートする積水インテリア、積水インテリアで検索してください。このコーナーは毎週ゲストを招きして建築の裏表、建築なんでもぶっちゃけ話のコーナーです。本日のゲストをご紹介いたします。はい、はい、株式会社飛び虫のコンサルタント古川大輔さんにお越しいただきました。はい、古川さんこんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。こんにちは。お会いするの久しぶりですね。お久しぶりです ね、はい、初対面がね面白くてね、はい、伊賀で初対面なんです。伊賀ですね。なんと、はい、伊賀で初対面。伊賀ですか。伊賀で、はい、伊賀で同じホテルに泊まってて、はい、で一緒に大浴場を使って、はい、でお酒飲み出したよね二人で、はい、僕の部屋で、はい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 、ね、もう僕の部屋の冷蔵庫がアルコールがなくなるまで二人で飲んでたんです。それが初対面。え、初対面からですか。初対面から、いきなり裸のお付き合いもさせていただいて。あ、本当ですね。それでお酒も飲んで、はい、なんちゅう姿勢や思ってね、はい、でこうやってるとなかなかね面白い考え方してはってね、お話が分かったんですね。そうなんですね、本当に面白くてですね、はい、次の日を忘れるぐらいまで、そうなんですね、時間を、うん、僕もあくに大変でしたけどね。飛び虫さんということなんですけど、はい、今のね、何のお仕事なんですか。うん、森林林業、まあ、日本のいろんな地域を、まあ、元気にするということで、はい、林業とか木材を中心にですね、まあ、支援であったり、はい、コンサルティングであったりプロデュースであったりということをさせていただいているのが、まあ、会社の
主な事業ですね。そうですね、はい、コンサルタントなんですよ、はい、いろんな、まあ、もともと経営コンサルタントなんですけど、はい、今こう林業に着目してね、はい、どうする我々建設業界、ね、うん、業界とその林業というとこをこうつなぐ役目をしてはるんですわ、はい、うん、それからいろんなアイデアを持ってその材木がこう我々の手元に届くまでのいろんな仕掛けをしてはるアイデアマンです。アイデアマン、アイデアマンですね、うん、まあ、アイディアもあれですけども、はい、まあ、全国各地いろいろ飛び回ってお仕事をさせていただいておりまして、はい、昨日も四国の方に、はい、そうそう、さっきメールが入ったら、はい、なんか飛行機着きましたよ、メールでね、ギリギリですわ、だからここ着くので、高知にいましたんでね、はい、また相変わらずお酒の付けがまあ、よう飲まはんね、高知の日本酒が大好きです、うん、そうそう、よう飲まはるんですわ、はい、まあ、ちょっと飲んで話するとね、柔らかくなってアイデアも出てくると思いますね、はい、でこうあのお付き合いの範囲が広いんで、はい、まあ、業界だけじゃなくて、はい、あの範囲が広い人なんでいろんなアイデアが出てくるんだなとは思いますけどもね、まあ、ちょっとアイデアいくつか紹介してくださいよ、具体的に ね、 ちょっとね、うん、まだピンとこないんで ね、 ね、はい、なんかあの高野山のってやってはるじゃないですか、はいはいはい、今日はあの お土産を少しお持ちいただいて、はい、させていただいてまして、はいはい、一つがですねその高野巻巻の湯、はい、巻の湯というですね、はい、高野山のいろんな森の木でですね、はい、高野巻っていうのが、はい、あの日田人親王さんのお印になられまして、それから少しちょっと着目された樹種の一つなんですけども、はいはい、まあ、その葉っぱの出てくるエキスから、はい、まあ、作ったもので、まあ、あの弊社のパートナーの仲間の方が作っていただいてるんですけど、はい、お風呂にぜひ入れて入ってもらえるわけですね、半身浴大好きなんですよ、私、もういいですね、こういうの、はい、まあ、世界遺産の、ね、高野山という場所での、はいはい、あの物語もありますし、そうですよね、はい、あともう一つお土産でお持ちしたのがですね、はい、その今日も先ほどちょっと、はい、まあ、私のちょっと遠い親戚にあたるんですけれども、はいはい、あの京都の瑞泉寺というところの寺さんの副住職さんが書かれてるんですけれども、はいはい、まあ、高野山のですね森の物語の絵を、はいはい、お描きいただいてまして、すごくこうユニークで、まあ、すごいすごいね、私この絵大好きです、うん、いい絵ですよね、パワーあるわ、なんか偶然藤村さんも接点が、ね、そうなんですよ、はい、あったってあとお坊さんの、しまして、はい、T シャツにあの絵を描かれてね、はい、イラストを描かれてファッションショーがあったんです、その随時面白い、その時僕見に行ってて、でオークションやったと思うんですけど、はい、誰があの T シャツ欲しいんで、T シャツ買いました、オークションやったんですか、はいはい、今もあります、すごい、はい、そんなんがあったと思います、うん、確かね、それユニークな方ですよね、そうなんですね、うん、で、まあ、私たちだけがあのプロとして林業をやってるとか、はい、製材やってるとはなくて、はい、その周りですね、その作業の周りとか、はい、物語を伝えることで建築の現場に一つ物語を届けられればということでですね、はいはい、まあ、今日のお土産も一つ絵本であったり、あの絵であったり、高野巻のお湯であったり、あるいはですね最近岡山県の西粟倉村というところで、はいはい、まあ、あの弊社の子会社になるところやってますけど、はい、まあ、ちょっとですねいきなり森の木を使おうというと、まあ、建築には遠いですね、まあ、分かりにくいですよね、そうですね、でも、そうですね、はい、だったらその地域を知ってほしいとか、はい、森を知ってほしいということですね、はい、まあ、こう西粟倉な合コンツアーとか、ね、合コンなんやのやったりとかですね、面白い、それから、まあ、あとですね、合コンなんや、まあ、大黒柱の伐採体験、ね、大黒柱を伐採体験、はい、要するにもう自分で使う分ってことですか、まあ、そうですね、自分の家をの大黒柱を切りに行くわけですね、そうですね、まあ、すごい、連綿たるで思いをつないで100年近く育ててきた木をですね、うん、直接お届けするということで、はい、これを例えば岡山県で西粟倉ってやってですね、ただいきなり家を建てるのなんてなかなか難しいですよ、はい、ね、なかなかね、建築業者も一生に一度とか二度なんで、この間も買ったし今日も買おうと思う、そんなものじゃないよね、そこが他の商品とは違うすごいこう難しいところなんですけれども、はい、商品の方もですね、例えばこういう風に、はい、無垢床タイルみたいにして、はい、もう誰でもスッとこう収められるような、商品にすることで、はい、逆にですね、はい、あの分譲だろうが、うん、関わらずですね、はい、アパートマンションとかね、うん、スッと入れてですね、タイルになってるんですか、それは、そうです、もう本当にね四角くなって自分でスッて簡単に離れるようにしてですね、まあ、単にその森の地域の物語だけではなくて、はい、楽に施工できますよとか、まあ、そういうところもいろいろ工夫して、はい、まあ、やってるのは一つのこう地域のお仕事なんですね、なるほど、あの、アイデアマンではまた意味が分かりました、まあ、まあ、私だけではなくてですね、まあ、飛び虫という会社がそういうちょっと、まあ、ちょっとぶっ飛んでる部分もあると思うんです、はい、だから基本木のことやなんやけど、うんうん、それにまつわることを一生懸命、そうなんですよね、ああ、そう、面白いですね、木や言われても分からないです、こういうふうに聞くと分かってくるじゃないですか、だって木って言われたら、うん、ベニヤ
焼いたら売ってはんのかなみたいなね。そうですよね。もともと藤村さんとの出会いもですね、今日あの伊賀の素敵なあの住まいの、ね、はい、あのリフォームリノベーションだったんですけれども、はい、その時もですね、そのまあ僕と接点のあるですね、丸江製材所さん、宮脇さん、はいはい、もうヒノキのこだわりのある素晴らしい木材の、うん、面白い人がやはるんですよ。ヒノキしか扱わへんね、うん、もう面白い、うん、まあ本当にその、はい、こうずっと原木というんですけど、はい、まあ、魚で言えばですね、マグロのこう後ろの尻尾のところだけ見て、はい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 、いいマグロかどうか見るっていうのと同じようですね、はいはいはい、もう山の木をずっと見て製材をされるプロがいらっしゃいまして、まあ、その方とのご縁もあって、あの藤村さんとも会ったんですけれどもね、だから僕が伊賀で、はい、あの建ててる建築物のね、はい、材は全て丸栄製材所さんのものなんですよ。のその木を使っていただいてる、はい、だからその丸栄の社長にこんな感じの木っていうと、はい、こうまあ先言ったみたいなね、マグロの尻尾切ったところから、う、ね、うん、あの藤間さんの言ってる木はこの辺りを取ったらできるとか言って製材してくれるわけです、はい、あ、面白い、うん、だからすごくいい木が来るんですよ。だから曲がりとか、そう、単にその木だけじゃなくて、うん、その物語とか難しさとかこだわりを伝えるっていうのはあるんですね、うん、はい。でまたもう一つはあのこういうマニアックなのもありまして、はい、高野山っていうところで仕事をさせていただいてて、まあ、4年後にですね、空海弘法大師がですね、はい、あのお山をいただいて1200年になるんですが、その1200年の森をずっと持続的に残していこうというのであれば、はい、まあ、いわゆる間伐材ですね、はいはい、果物の間引きというふうに表現できますけれども、はいはい、そういったものを使っていくことで、はい、また森作りに参画しませんかとか、うん、あるいはその世界遺産のまあパワースポットの木なので、はい、まあ、本当数限られて数しか出ないんですけれども、はい、まあ、あのお大師さんの地元の山から出てくる木を皆様に直接お届けしますということもですね、金剛武総本山と一緒に霊木、はい、霊木使ってパワーを、そうですね、パワーを家に持ってこようという企画ですよ。毎日家帰ったらパワーが十分で、ね、で小屋さんにもそういう高野霊木の家っていうのがありまして、そこでヨガをやったり、はい、物語を伝えたり、はい、木だけじゃないストーリーをどう伝えるかということを、まあ、お仕事として、ね、まあ、実際に私も材木担いで面白いったりしてるで、ね、だから僕ぜひね建築カフェでね、はい、あの古川さん紹介したかった。こういう人もね、はい、建築業界という中にはいるんだぞみたいなものを、はい、ぜひ皆さんに、はい、あの知ってほしかったんですね。ということで、はい、もうね時間がね申し訳ないです、はい、なくなってきました、はい、どうも古川さんありがとうございました。ありがとうございます、はい、それは古川さんのリクエストです。シカゴプードルのフライです。はい、私たちが作りたいのは建築物ではなく住まいという場です。年月を経て住む人に馴染んでくる、そんな住まいを提案します。伝統の匠の技と本物の素材にこだわった注文住宅を建築するなら朝建築にお任せください。詳しくはインターネットで朝田建築と検索してください。
はい、このコーナーは建築のことなら疑問難問何でもビフォーアフターの匠藤兄がお答えしようというコーナーです。はい、お答えしましょう。はい、また恋愛問題やら人生相談にもお答えしちゃうかも、はい、お答えします。ということで、はい、じゃあ今日も恋愛相談を。ほんま？ちょっとドキドキした今なんか。まあ嘘です。はい、すいません。あ、びっくりした。さすらいのグラフィックデザイナーさんからお便りが来てますね。はい、藤村さんこんにちは。はい、こんにちは。私はグラフィック関係のデザインの仕事をしています。はい、以前あるお店のロゴデザインのコンペがあり、あ、はいはい、残念ながら負けてしまいましたと。あら残念。後に採用されたロゴを見て、はい、どう見ても自分が考えたデザインの方が優れている。みんなそう思ってて。過去客観性も含め、うん、知人や他にも数名のデザイナーに意見を求めましたが、はいはい、みんなが私のデザインを選んでくれました。はい、笑いって言って書いてありますね。はい。で、自分の中で納得がいかない思いが湧いてきて、はい、改めてクライアントの担当者になぜ自分のデザインが採用されなかったのかを確認したところ、はいはい、なかなか聞けないんですよね。聞けないですよね。意外な返事をもらいました。はい、デザインではあなたの方が良いとの意見が多かったんですが、あれ？もう一つの方は文字の画数が良くて、画数、はい、結果そちらにしました。ん？ということで、はい、文字の画数ですかと。はい、そういえばもう一方のデザインには文字と文字との間に訳のわからない点の一つが入ってましたと。占いさんやこれ。はい、はい、どうもこの点が語呂の全体の総画数を一つ増やし、はい、お店が繁盛すると言われたそうです。あ、そっちね。はい、子供の名付けなどで、はいはいはい、姓名判断はよく聞きますが、はい、ショップの名前なのではこの時初めて聞きました。はい、こんなことはよくあることなのでしょうか。また、はいはい、家には仮想というのがあるそうですね。はい、考え出したらキリのないこの見えない力への、はいはい、藤村さんの対処法をお教えください。よろしくお願いします。ということで、さすらいのグラフィックデザイナーさんです。あ、これあのよくはあるとは言いませんけれども、はい、たまにありますね。ありますね。ありますね。私も前の店のオープン立ち会った時に、はい、しっかり名前、店の名前の、はい、考えるときに全部聞きに行ってはりましたわ。いや、ほんまはね、はい、その先に聞いて、はい、グラフィックデザイナーの根拠せなあかんねん。そうですよ、普通、ね、これさ、後からね、これはあかんわ、ほんまは。だからデザインしはった人の方が、うん、そういう画数を調べはったんちゃいます、うん、そうですわ。だからそのこうですよって言わはったんちゃいます。そういう推しがあったんやと思いますわ、ね、だからますわ。まあね、デザイン力では判断されへんかったということなんですけれども、うん、いやでも悔しいこれ、うん、いや悔しいですよ、あのデザイナーとしては ね、 ねあの僕ちょっとね思い出したんやけど、はい、あの前僕ワコールという会社にいたじゃないですか、はいはいはい、ね、その当時ですよ、その当時の副社長が占い好きやったんです。あ、はい、で宣伝部やったんで、はい、商品名とかをね、はい、そのみんなで宣伝部でわーっと考えるわけですよ、はい、で最後の最後は A か B か C かは最後は占いで決まってました。おお面白い。最後は占いでこの名前やったら売れるぞって言わはる名前しか付けられませんでしたね。へー、はい、だから最後はもう A か B か一つに決めないんです。それは、うん、権力のある方ですけど。いや、それあれ副社長です。副社長、副社長です。ですから、まあ、権力はもちろんありますし、その、はい、その方が、まあ、いろいろ会社のことを思ってですね、はい、あの最後はもう占いにしようと、はい、で宣伝部がアイデア出した中の、まあ、すごいあの1個ブランド作るのにね、それは1000ぐらい出てくるんですよ、案がね、はいはい、でダーッと絞っていって、まあ、最後3つぐらいになった時に最後は副社長にどれですか、な副社長が占いでこれやって言われます。まあ確かにね、1000も意見があったうちから3つ選んできたら多分どれでもいい気はしますけどね。だから、そういうこともやっぱあるんで、やっぱりこの事業の経営者というか、はい、やっぱ多かれ少なかれね、こういう力は信頼っていうか信用してるところあるのでね、ありますね。だからそれを頼るわけじゃないけども、はいはい、やっぱり先にやってほしいですね。そうですよね、ね、名前ぐらいはね、ロゴのコンペしはるぐらいやったら ね、 前にね、うん、はい、そう思うわ。残念やなこれ。残念ですね。あの仮想の話をね、はい、ちょっとちらっと書いてあるんで、はい、まあ、グラフィックはちょっとそれ以上僕わからないですけれども、はい、仮想はねもう必ずって言うていいぐらいありますよ、これは。ただそのそれ仮想によってあのデザインが悪いにはならないんです。それってあの言うたら風水的なことですか。風水です、ほとんどが、はい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 、風水的なことで、はい、風水の人って面白くてね、はい、その全部ポシャルにはしないですよ、はい、ダメですとは言わないです、はい、ここをこうしてくださいって言わはるんです。例えばトイレの位置をあとちょっとずらしてくださいとかね、はいはい、あのキッチンのコンロとシンクの位置を変えてくださいとかね、はあはあはあ、こういう風に言わはるんですわ、はい、だから我々は設計変更だけで済むんですわ、はい、その我々が断られるわけではないのね、はい、そのもう決まってるわけだからね、ほとんどのデザインはね、はい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 、その中で風水的にはこのコンロの位置とあの
シンクの位置を、はい、あの交換しはった方が過疎は良くなりますよって言わはるんですよ、はい、だから僕らも分かりましたって簡単に帰れますから、うん、まあ、デザインの段階でそういう風に言ってくれはる分にはいいですよね。だから先にそういうことを聞いとけば、はい、それをもとにもう一回こうデザインをブラッシュアップしていきますから、はい、よりいい家ができるわけですけどもね。だからもう家は絶対ありますよ。もう家はもう必ず見張りますわ、はい、ほとんどの人が。まず土地からあるんちゃうかな、あれ。そうですよね、土地買うときから、はい、何もないか見てとかよう言われますよね。土地買うときから始まってるんちゃうかな、はい、うん、だからグラフィックより多いですわ僕らこの経験は。だからグラフィックだから少ないと思うんですね、どっちかというと、はい、グラフィックの方やから。だけど我々建築やってるとびっくりしはったんですね、うん、建築はね、はい、もうしょっちゅうあることやし、はい、鬼門も必ず言わはるし。そうですね、鬼門とか、うん、で引っ越しの日とかね、はいはいはい、はい、うん、引っ越しの日とかはもう必ずみんな言わはるし、はい、で着工とかあるじゃないですか、はい、工事始めるときは も,、ね、もう全部ありますよ、全部見ますよね。この大吉のなんか、はい、なんか言わはるま大吉ちゃうか、はい、なんかいろんなときありますよ、大安か、はいはい、その時いろんなときに大吉は違うわ大安吉日とかね、はい、まあ三輪坊というのが実は良くなくてね、建築上は、はい、三輪坊というのがあるんですよ、はい、三輪坊は建築こと始めるのは良くないって言われてる日なんですけど、はい、それをもうみんな暦で見たり、はい、そのちゃんとしたその見張る人がね、はい、見てこの日はやめときなさいとか言う話は、だから僕ら着工するとき必ずいつがいいですかって聞きますもん。うん、でこの日に着工したらいいですねっていうのとかね、はい、引き渡しの日とかね、ちょっとアドバイスもするということですね、はいはい、だからもう僕らは日常的に割とあるということです、はい、こういうことが、そうですね、はいはい、だから建築業界ではこの別に特にこの何て言うんですか、見えない力っていうのはもういつもあるけども、はい、それとデザインとはちょっと違ってね、ねえ、ちょっと違うんですわ。ちょっと残念でしたけどね、ちょっと違うんですわ。だからデザインはそのあっても僕らはできると思ってますけどね、はい、それがあった上でより良きデザインをしていこうというスタンスにいるんですけど、はい、まあグラフィックはちょっとかわいそうやね、これ点の話だと。そうですね、いやそっちの方がデザインが良かったけど、そっちの方に点つけたら良かったんちゃうかなと。いや、そう思うねそんな怒られるできっと点つけたらバランス崩れんな思うんやけど、だけど、まあ、僕らからしてそうやわな、ねえ、そう思っちゃいますよね。点つけたぐらいだったら点つけたけたらええんちゃうのと思うけど、ちょっと見えない力と思って、ちょっと今後勉強して勉強して、ね、戦っていただきたいですね。悔しさを糧に頑張ってもらいたいと思いますね。そうですね、はい、よくねこういうお便りありがとうございます。ね、いいお便りだと思いますね。面白かったですね、うん、ありがとうございました、はい、ということで、はい、このコーナーでは建築の相談を受け付けしております、はい、ファックス番号が 075-253-6901、はい、075-253-6901、 E メールの方が info@radiocafe.co.jp、 はい、info@radiocafe.co.jp です、はい、また相談以外のお便りもお待ちしております。そうですね、お便りください、どんどんください。はい、恋愛問題をねやってね、藤兄をびっくりさせようと思ってるんですけど、ね、はい、はい、もうお分かりの時間が終わりました。はい、早いですね。それではまた来週建築カフェでお会いしましょう。お相手は藤兄こと藤村正嗣と、はい、アシスタント竹村まりでお送りいたしました。はい、それではまたお便りください。はい、はい、それではまた来週、さよなら。さよなら。この番組は伊賀なさだ建築、積水インテリア、東京名古屋大阪の協力でお送りいたしました。